9試合勝ちがなく苦しい状況が続く津江源金沢。1年での J2 復帰に向けトレーニングにも熱が入ります。現在勝ち点43で11位の金沢ですが、 J2 昇格プレーオフに進出できる6位圏内には現時点で勝ち点差は4、残り6試合負けられない試合が続きます。なかなか勝ててない状況ですが、次の沼津戦はホームなんでしっかり勝って皆さんと共に喜びを分かち合えるように全力でプレーしたいと思います。あと残り6試合、誰も諦めてないと思いますし、やっぱりサポーターの皆さん その応援に対して勝利で応えたいという気持ちは選手全員あるので、しっかりここでホームで勝利してプレーオフ昇格に向けてつなげられたなと思います。20日日曜日にホームで行われるアスルクラロ沼津との一戦はテレビ金沢で実況生中継でお伝えします。